はい、皆さんこんばんは、もみけんです。こんにちはかな。今からですね、サバ1のメギストリス今来てるんですけど、そこで撮影をね、どう変わったのかをちょっとやっていこうかなと思います。ね、以前だと人がものすごく多くてですね、で、孫コピーも OK だったんですけど、今現在はどうなってるのかちょっと見ていきましょうかね。人はね、以前ほどはないですけど少なくなったかな。そうなんですよね、さっきからね砂時計がすごくてですね、なんていうんですかね、こう混んでんのかな、なんかとりあえずなんか安定してないんですよね、あんまりね。お、まあある程度は戻ってきたかな。じゃあこんなもんで、募集してる人がね極端に少ないかな。今ちなみにこのポッカラに話しかけると、あ、砂時計か、ここはここで多いのかな。これね、うちの Wi-Fi の弱さもちょっと影響してるのかな。でもみんな砂時計、ユーデも重すぎってあるんで、人がわんさかいるのかな。一応ちょっとコメント見てみましょうかね。ダラス高原ですよね、のウィングタイガー50匹16,000、これ美味しいですね。今日はこれなのかな。これぐらいしか出てないかな。ていうか砂時計がちょっと重すぎますね。じゃあちょっと休憩しましょうかね。休憩っていうか一旦止めますね。ちょっとね砂時計が解消されたぐらいでまた戻ってきます。お待ちください。はい、あれからですね、2分ほど待ったんですけど、やっぱ、他の方々もね、重たいっていう風にコメントが周りに流れてますね。人がね、やっぱり多いのかな。やっぱ変わらずね、やっぱこれは人気ですね。こう、パッとね、人が全然いないように見えても、こう、わーっといますよね、人がね。おー、いっぱいいますね。じゃあ、この中からまた、変わってないですね、この人の人気っていうのは。むしろ、人が減ったのかもしれないですね。2列に並んでみたいな感じになってんのかな。1人の取引に2分以上かかってますと言って、なんか結構混んでるみたいですね。逆にこれはね、混んでるのかもしれないですね。見たら、ちょっとやっぱモンスター変わってますよね。ブーナーのマンティスって紫色の虫ですね。あれとかなってますよね。1人当たりの依頼単価が400とか300とかだったんですけど、今やっぱりこの700とかなってますよね。700とか500っていうのが、まあ取引相場になってますね。で、メッサーラとかマンティス、メッサーラ、エスピノのライノス、その辺が多いかな。ね、やっぱそうなってますよね。この辺かな。ダークパンサーも1000ゴールドで受注ですね。あ、これ美味しいな。ダークパンサーが50匹。いやーでもこれ時間かかりそうですよね。ダークパンサー強いですもんね。50匹で2万か。ちょっと、やっぱ変えてきましたね。1.5 になってからね。メッサーラ40匹を1万5000ぐらいが妥当かな。今の自分の感じだと。はい、じゃあこんな感じですね。あとラギの、やっぱ全体的に強くなってますよね。ラギの雪原流が、500で募集してて、雪原流40匹が1万6000以下ですね。まあこう見るとね、全体的にやっぱ強くなってる感じがしますね。あと募集がちょっと増えてますよね。募集というかそのキャラがね、倒すキャラが。あと、出品者、ここでの出品者が減ったことに対して、減ったことで人がこう逆に、わんさかここに一箇所に集まり始めましたね。こう渋滞ができてる感じかな。
人が逆に増えちゃったな。僕ね、予想では減るかなと思ったんですけど、むしろ増えてる気はしますね。これだとね、消化されてない感じですかね。一人ががっつり儲かって、で他の人たちはなんかこう、それを、まあ、順番待ちして、より一人が稼げるようになったかな。なんかそんな感じがしますね。はい、じゃあですね、自分もちょっと見に来ただけなんで、受注だけしてちょっと帰ろうかなと思います。はい、では参考になりましたかね。以前と比べてこう安いを出品してるよっていう人が減って、逆にここには人が増えて、サバというか、この場所のエリアが重たくなってますね。で、これはね、やっぱちょっとね、運営はどうなんですかね。これ分かってたと思うんですけどね、どうなるかちょっと楽しみ。てか分散、ある意味こうストレスがあるとね、こちらサイドがまあ変えていくような感じに普通はなるんですけど、どうなのかな、ならないのかな。はい、じゃあサバイチのメギストリスの お話でした。逆に人が増えてたというデータになりましたね。はい、ではご視聴ありがとうございました。はい、失礼します。